そしてこのケースで松田を迎えます。昨日のヒーローです。外に目つけさせておいてインサイドのシュートでまた1回みたいなこうゲッツーが欲しいところなんでしょうけどね、まあ、最後にはそういうボールを持っていきたいとは思うんですけどね。そこまでどうカウントを作るかですね。そうですよね、まあ、特にやっぱ初球という部分は気をつけたい。フォアボールの後の初球です、また松田選手初球から来ますからね、隅田にインコースから入ってきました。今のも片平さんシュート気味に入ってますか。そうですね、はい、逆に今のね本当外を見つけさせておいての今の球だったら空中でいくんですけどね、はい、初っ端にあのシュートを見せてしまうと、後で追い込んだ時にね、あの迷うケースが出てくる可能性はありますよね、はい、まあ、その辺はどういう投球で来るか。ですよね、今のを最初に見せといてインサイドのシュートをするとバッターの心理としてやっと近いところに来たっていうのでパッと手を出してくるんですけどね。今の変化球もあれ引っかかってるんですかね。今のまっすぐだと思うんですよ。134キロ、はいはい、まっすぐだと思うんですよ。ワンボールワンストライクです。センターへ落ちました。さあ、これ井出穂が三塁に行った。アウトになりました。アウトです、アウトです。これは秋山監督出てきました。ちょっとそのランサムの捕球体勢が後ろ寄りになりまして、いやしかしランサムはよく足を伸ばしていました。それと井出穂の走塁はいやもう打球判断できてないですよ、守備位置を見てませんしね、はい、まあ、正直なところ打球判断、ねえ、まあ、難しいことは難しいですよ、うん、右足残ってますね。アウトですね、アウトです。よくあの、はい、相撲でいう土俵、うっちゃりみたいなもんですね。いっぱい残ってましたね。ますね、アウトです、アウトです。あ、よく触ってました、審判の人もよく見てますよ。そうですね、秋山監督が今一応抗議に入ってます、記録としてはセンターゴロという記録に今なります。井出穂は結局三塁で封殺になりました。まあ、しかし打った松田のバッティングですけど外のボールでしたか。そうですね、はい、本当はあそこで勝負は行く気がなかったと思うんですけど、うん、まあ、2球ぐらい今の外を見せといてインサイドで勝負行きたいという組み立てだと思うんですけどね、はい、その前に昨日の余韻が残ってるんでしょうかね、うまく残ってセンター運んできましたよね、